トランプ大統領は5月28日、ツイッターやフェイスブックなどの SNS 企業が、中立的なプラットフォームを利用して、保守派の言論を弾圧する政治団体になり果てたと批判し、これらの企業に与えられている面積による保護を制限する大統領令に署名しました。 トランプ大統領は、ツイッターやフェイスブックなどのソーシャルメディアは、ユーザーに対する検閲、抑圧、アカウント凍結などの方法で、彼らの政治的見解を表明しているため、すでに政治活動を行う団体になり果てたと指摘し、中立的なプラットフォームを盾にして、 法律の制裁から逃れることとは認めないと述べました230 or ウィリアム・バー司法長官は今回の大統領令により、 連邦通信委員会 FCC に新しい規制を一刻も早く策定させることが可能になったと述べました。近年、アメリカ大手インターネット企業やソーシャルプラットフォームが保守派の言論を弾圧し、アメリカの大統領選にまで干渉するケースが日に日に増えています。26日、ツイッターはトランプ大統領の郵便による投票に関する2件のツイートにファクトチェックの警告マークをつけました。 このことが発端となり、トランプ大統領は SNS 企業の保守派に対する政治的変更を改めて批判し、これらの企業を規制すると述べました。NTD ジャパンがお伝えしました。